おはようございます、私は、本日、新高岡駅 JR 西日本新高岡駅にいます。はい、ただいま本日ですね、2月の23日の土曜日、時刻は7時22分となっております。はい、今日はですね、新高岡駅といえば北陸新幹線というイメージがあるんですけども、本日はねちょっと、上花線を使ってですね富山駅に行こうと思っています。ちょっと今ここからはちょっと上花線の改札口の方もちょっと見えないところにあるんですけど、これから行きたいと思います。はい、ちょっと話はそれるんですけどね、イオンモール高岡南、イオンモールの方は高岡なんですよね。今こうやって少しずつではありますけども、できております。まあ新高岡駅にの横にできればですね、駐車場としても使えるのかなと思っておりますし、まあ結構大きなモールができるそうなんですけどね、どれだけの、見込みと申しますか、あるのかちょっと分かんないんですけども、まあいいことはあるんじゃないんですかね。はい、それでは、上花線の新高岡駅の方へ行きたいと思います。はい、新高岡駅の新幹線の南口を越えますと、はい、見えてきてますね。これが、上花線の新高岡駅の新高岡駅になります。はい、カラスもいますね。上花線のですね、新高岡から、高岡駅、愛の風、富山鉄道の高岡駅はですね、イコカ使えます。はい、まだ上花線と氷見線、高山線、七尾線はまだちょっと使えないんですけどね、まあ、本当、まあ、使えるようになるとすごい便利になるんじゃないですかね。はい、それでは新高岡駅の紹介をしたいと思います。はい、これは有名なベルモンタですね。はい、一面一線の駅になっております。はい、上り下りで間違えますとちょっと大変なことになりますので、このようにですね、上花富波方面、高岡方面とですね、このホームには両方向の列車が参りますと、書いてあります。はい、先ほど話しました通り IC カード使えますけども、高岡方面、愛の風の方ですしかまだ使えないですね。ちょっと残念です。はい、それとですね、土日にはベルモンタが、新高岡駅に、来ます。ベルモンタの、こちら停車位置になっております。はい、こちら待合室です。まあ、朝も早いというのもあってカラカラです。まあまあまあ、こんな朝
早いということもあって駅前はこんな感じですごい閑散としてます。とてもですね新幹線の駅とは感じないような本当ローカルな駅の一個と思ってもよろしいんじゃないんでしょうか。まあこういう朝だからこそこうやってゆっくりですね撮影ができるっていうのもあるんですけどもね、はい、今日はですね、本題に入りましてこのですね7時51分の富山行きで、富山に行こうと思います。この列車ですね本日、23日の、土曜日なんですけども、休日は高岡行きなんですけども今日は土曜日なので、富山まで行きます。まあこのとですね、全部高岡行きなんですけども、まだですね富山へ行く、直通の列車っていうのはまだ、残っております。まあ愛の風富山鉄道になって JR から、北陸線切り離されたんですけどもまだこのように、乗り入れという形ですね残っているのは珍しいのではないんでしょうか。それとですねこのように、切符の自動券売機もあります。はい、IC カードを使って切符購入することもできます。まあチャージの金額のボタンもありますしね。いらっしゃいませ、お求めの切符の種類をお選びください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。発券しています。カードをお受け取りください。続けて切符をお渡し切符をお受け取りください。ありがとうございます。ちょっと時間があるので、新幹線の新高岡駅に来ました。こちらでね切符も買えるので、上花線、氷見線の切符も買えますしもちろん、富山までの愛の風の切符も買えます。まあ、新幹線が来ない時間はすごい閑散とした駅です。シーンとしてます。まあ土曜日なんですけどね、まあ、これが本当これが現実なんですね。正直寂しいですね。新幹線の駅というのにこんなに閑散としてますとね。まあ
ですからこうやって動画も撮影できるっていうメリットはあるんですけどね。では、上花線の新高岡駅の方へ戻りたいと思います。はい、左側はセブンイレブンですね。新幹線が来ない時間はこのようにシーンとしてますね。はい、待合室です。はい、タバコ吸いたい方は喫煙室ありますし ATM もあります。はい、寒いので待合室で待とうと思います。はい、暖房が入っとるのであったかいです。はい、このように、列車運行情報もありますし便利ですね。あったかい。はい、臨時の輝きです。